ははい、えー、どうもこんにち水です、えー、本日の動画なんですけど、えー、先日、動画で取り上げた旭川市14歳女子投資事件でこれね、えー、俺はものすごく、えー、怒っているで実際ね、「週刊文春」が先日、えー、記事をアップロードしてでその後にに、ね、追加でまた、えー、本日、えー、記事を、えー、投稿していました。 で一生懸命ね「こう週刊文春」が取材を進めてくれてどんどんねこう事実が明らかになってきているで「まあ、その週刊文春」の記事を読んでるとめちゃくちゃね胸クソ悪いでもうこれはね、えー、加害生徒だけでなくこれはね、えー、当時亡くなった子を、えー、取り巻いていたで大人たちね そう校長であったり担任の先生であったり教頭であったりもうやってること言ってることがもうむちゃくちゃすぎるもうこれはね本当にね亡くなった子のお母様がこうかわいそうで仕方がないねでまあどんな話なのかっていうことをね、えー、簡単にこう説明すると2019年、えー、亡くなった子が中学校に入学した直後からいじめは始まった。で内容もねこう算すぎる でわいせつ画像を送らせてライングループで拡散でそして小学生含む複数人で亡くなった子を囲んで、えー、自慰行為をね強要母親が学校に何度もね相談をしてもで「加害者の男子はちょっとおバカな子なので気にしないでください」「今日は彼氏とデートなので相談は明日でもいいですか?」とね担任教師から返答があった。 で、まあ、こうやってね、えー、学校側そして担任の教師もなーなーに済ませようとした結果ね、えー、亡くなった子が川に飛び込んだというね事件が起こったでそれをきっかけに警察が捜査をしてで加害少年、まあ、すなわちね まあその亡くなった子にえその裸の写真を要求したりとかあと、猥褻なこな画像をねえ要求したりとかした少年で実際、画像をもらったでその少年はねえその児童ポルノ法違反に該当したんだけれども14歳未満でこう刑事責任を問えないすなわち罰することができないということでえ警察もねこうただの厳重注意処分で済むことになった。 で、まあ、残りのねいじめっ子たちは証拠不十分でこれ厳重注意という形になったんだよね。なんでまあその警察の捜査をしてもで14歳未満の加害児童これ、えー、厳重注意処分で終わったでいじめをね、えー、見てみるふりまあ、加担をしていた生徒たちもそれこそ強要罪っていうねまあ、これ罪で。 ね、捜査を受けたけれども、えー、証拠が不十分で、まあ、厳重注意しときましょうという警察の判断になってしまったで、まあ、その後にね母親が、えー、学校の聞き取り調査に弁護士を同席させようとしたら学校側がねそれを認めなかったんだよ。で教頭は教頭でね、えー、わいせつ画像の拡散は校内で起きたことではないので学校としては責任を負えない。 課外生徒にも未来があると訳のわからんことを言い出してるわけよ。でわいせつ画像のか拡散は校内で起こったことではないので学校としては責任を負えないっていや何を言ってるんですかっていう話ですよね。でもちろんねそのね、学校の指導なわけじゃん。学校なんで行くのかっていうと。 学校の先生がちゃんとえ子供を教育して立派ななねその大人ににすするるためにするわけじゃないだから校内で起きたことであろうが校外でこう起きたことであろうがしっかりとね学校の生徒である以上ちゃんと教育をしていかなきゃいけないんじゃないのっていうような話よね。でそれさ ねあの加害児童たちがわいせつ画像を、ね、亡くなった子に強要したりでそのもらった画像を拡散したりとかで自由行為を強要したりとかしたのは,それは学校の教育も不十分だったからこそ、ね、そういう子供に育ってしまったんじゃないんですかっていうような話なんだよ。だから 郊、ね、外で起きたことだから学校としては責任を負えないそれは教頭そして学校そして学校の先生たちの教育が不十分だったことで起こったことなんだからそれしっかりとその責任は負わなきゃいけないんじゃないの、ね、で加害生徒にも未来があるとかわけの分かんないこと言ってるけれども、ね、あのじゃあ被害生徒には未来がないんですかっていう話ね。まあ、今回ね亡くなった子はまだ14歳とかで亡くなってるわけよ。 であと人生何十年あるわけでその何十年の人生を捨ててまでこう自分でこう命を絶ってるわけよねそれでね加害生徒にも未来があるわけの分かんないことを言ってんじゃないよ本当ね、ねの被害生徒だって未来があるわけね被害生徒の未来をおざなりにしたあなたたちは責任を取らないんですかっていう話ね だから被害生徒の未来をおざなりにした以上それこそ加害生徒の未来をこうやってね重視する重要視するいやそれは意味がわかんないよねってちゃんと責任を取らせるべきじゃないんですかっていう話よ。でまあ、こうやってねその後もね学校の対応は到底納得がねいくようなものが得られてないわけですよこれは客観的に見てね謝罪の場でも言い訳を並べる加害生徒がいたり学校はいじめの事実を正式に認めない。 で学校が加害生徒から聞き取りした文書は、ね、母親が見せてもらえない、まあ、ひどいよね、これ、大人の保身ですよ、こんなの、ね。もちろんね、学校の先生だって自分の学校で、ね、いじめが起きた、自分のクラスでいじめが起きた。 そ、ね、それこそ査定に影響出てきますよだから自分の身を、ね、守りたくなる気持ちそれはわかるけれどもそんなこと言ってる場合じゃないでしょうって話人一人亡くなってるんですよっていうことね。 で、まあ、中学校の校長もねえ「子供は失敗する存在ですそうやって成長していくんだしそれをしっかりこう乗り越えなきゃいけない」とかね意味不明なこと言ってるしもうこれ他人事かよって話な、ね、お宅の学校で起こったことなんだからこれ他人事にしちゃいけないでしょってねいう話よ。 で、亡くなった子が受けた仕打ちと亡くなったことに関しては因果関係がないって言ってんのもうこれふざけてるよねっていう話よ。でそれって遠回しにさで亡くなった子のこう家庭に問題があったんじゃないですかってこう言ってるようなもんじゃんいやそこでこう母親に責任転嫁かよって話だよ。ね、子供っていうのはねで家にいる時間と同じぐらいその学校にいる時間が長いわけよ。ね。 なんでさね、えー、子供親がね子供を学校に預けるかってなったらそれはやっぱりこうねあの子供のことをねあの見てほしいからだよ安心して見てほしいからなんだようんだから子供のねちゃんと教育とかを、えー、代わりにやってほしいからなんですよ。 それができなくて何が学校じゃっていう話ですよ何が教育者じゃっていう話だよ。なんかね中学校のさ校長もさ「週刊文春」のインタビューに対してさね教育者とはこういうものだみたいな、ね、話を、ね、してるけれども教育とはみたいな話をしてるけれどもいや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 みたいないやあなたたちがやったことってのはこれ教育者として一人の大人としてこれ失敗のことですよって話よね。 だって一人の大人として教育者として自分の学校にこう通ってる生徒のことを守れなかったんだから、ね、何なんか教育者とか教育語ってんだよっていう話ですよ僕からしたらね。でまあ実際ね前回こう動画上げた後に、まあそに地元の方であったりとかあと、まあ、亡くなった子と同じ中学校に通っていた同級生の親御さんから僕のところにこう連絡をいただきました。 でそれこそね、えー、地元の方そしてたくさんね連絡をいただきまして本当にありがとうございました、まあね、一応ね、えー、いろんな情報の方頂い,いたんですけれども、まあ、どれが本当でどれが嘘かっていうことが、まあ、ちょっと分かりにくいところもあったりするので、まあ、もしですね、えー、どれか本当のこととかでもあったりとかしたらその件に関してはまたこう動画を出していくしで、まあ、これ何かね あの追加の記事とかがこう出てきたら、まあ、この件について動画を出すことがあると思いますはっきり言ってねい、まあ、いじめっっててうのはやってるやるつクソですよ、ね、だってさ、ね、いじめられる側に原因があるとか言ってる人いるけどじゃあさいじめたところでさいじめられた側の原因っていうのはじゃあ治るんですか変わるんですかって話じゃんでそういうのっていうのはさ優しく教えてあげなきゃいけないんじゃないのいじめでね、えー 解決するようなもんじゃないんだよっていうことをね、ちゃんとね、これ大人たちが子供にしっかりと教えてあげるべきなんですよ。ね、そういうことができなくて何が教育じゃっていう話ですよ。えー、もうはっきり言ってね、まあ、今回ね、週刊文春の記事僕読みましたけど、ね、まあ、その学校とかもね、もう特定されてるみたいで、まあ、その名前は出さないよ、まだ。ね、ただ、まあそのね、えー、いつかまあね、もうネットではもう名前もいっぱい出てるし、ね。 まあそれこそねまあ、当時の校長先生の名前とかもネットでも出てるからねまあこれふざけんなって話ですよはっきり言ってねもうすっごいこれね胸クソ悪い事件でございますんでまあ本当にねまああのこんなことがさあの起こってたら いじめられてるねことがもう実際さ、ね、大人に相談するのをやめようとか大人に相談しても解決してくれないんだって大人に対するね信用っていうのをなくしていくだけなんだよだから、ね、いじめをなくすことはできないでもいじめを減らすことはできるんだからちゃんと大人側もこういうものにちゃんと向き合っていかなきゃいけないよね自分たちの保身ばっかり考えてる場合じゃないんだよっていうような話でございますということで、まあ、本日の動画なんですけれども、ね、この動画を、ね、見ていただいてありがとうございました。まあ、この件に関してです 何かまあ情報があればですね、まあ、僕のツイッターのダイレクトメッセージであったりとか、ねえー、ご連絡いただけたら、えー、何か対応させていただきます。ということでもし、ね、この動画を見て、えーね、なんか考えが変わったよという方とかいたら、ね、ぜひ、まあ、なんかコメント欄とかに、まあ、意見とか書いてもらえたらなという,ふうに思っております。とということでで以上にんでしたじゃあね